はい、オープン。こんにちは、宮崎です。はい、どうも。今日はじゃあ第2弾ということで、この間はスタッフの方に回っても回って説明受けたんで、今度は僕らでちょっとテナントごとを回っていきたいと思います。はい、じゃあ入っていきましょう。はい、暑いね今日。1階から回っていきたいなと思います。一応九州初出店と熊本初出店のところとかも一応、はい、事前に調査済みであるんですけど、結構ね広いんですよ ね、 ね、ここは。めっちゃ広い。地下がね、あるよね、結構飲食とかもあとね、でこのような感じでね、お店もたくさんあるんで、地下1階っていう今いいかな、はい。これちょっとね、一番ね、気になるのがね、タピオカ屋だったじゃん。気になるよね。こんにちは、やろうめ。熊本初ですよね。熊本初です。あとは、まあ、関西、東京、広島、名古屋にもあるので、はい、どれがおすすめですか？おすすめも一番も、国道バブルミルクです。あー、じゃあ、それでお願いします。はい。のM でじゃあお願いします。 M サイズで。もうタピオカめっちゃ好きなんですよ。はい、もう全然もう映えちゃうんですよ。わかりました。これなんですか？これボトルなんですよ。プラス150円でボトルに変更できるんですけど、まあなんかこう水筒代わりとか。あー、なるほど。使ってもらう。映え、映えっすね。こちらでまず入ってます。はい、お願いします。13回混ぜる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。おー、じゃあちょっといただきたいと。こっちに行きましょう。じゃあちょっといただきます。ありがとうございます。どう？すごい濃厚ですね、黒糖が。タピオカめっちゃ柔らかい。普段タピオカは飲む？たまに飲むけど、まだまだ。ほんと、すごい黒糖の味、すごい強い、ね。これ毎日飲みに来るんじゃないのかっていう感じ。某タピオカ店より俺こっちの方が好き。新アンジュです。新アンジュ、はい、お世話になりました。お待たせします。すいません、おいしいねこれ。いや、ぜひ皆さんタピオカ行ってみてください。30秒くらい出てくるんでめちゃくちゃ早いんですね。あ、これ540円だったような気がします。確か540円。はい。L サイズ680円。はい、ちょっと看板見ててめちゃくちゃ気になったんですよ。こちらのお店になるんですけど、おすすめは、はい、こちらに。おすすめは、はい、この紫芋のフロマージュムースで、これはもう、はい、この桜町限定です。へ、そうなんですか。よかったらちょっと食べてみてみますか。いいんですか。見てみてください。ありがとうございます。商品説明を、はい、一番上にクレームシャンテーヌ。クレームシャン、クリームシャンテー、クリームシャンテー、すごい、これおしゃれです。この上のこれ紫のパウダー。紫のパウダー。へぇ、こっちのこれ1998円。へぇ、特別に今日もうサービスでいい。あ、いいよ。ソフトクリーム、ソフトクリーム、紫の2つ。いいですか。ありがとうございます。完全に乗せられてるじゃないですか。いや、すごい、熊本いいとこやわ、これ。ありがとうございます。こちらですね。特別にありがとうございます。すいません。乾杯。はい、どうぞ。乾杯。乾杯。インスタグラムとかインスタグラム。どうです？うまっ。毎日買いに来たんじゃない？はい、もうぜひ。ちょっと仕事の空き時間でね。うまい、うまい。
野菜を一つ。いや、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ね、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ぜひ皆さんお土産に買っていってください。はい、ちょっといろいろ回ってみたんですけど、こう2階かな、ここ3階、2階です。2階ですね。2階でちょっと奥に住むと、熊本城ホールがここにあるんで、ここでね、結構ライブをされる方たちが多いみたいですね。あの僕好きなマウイズさんとかワニマトさんとかもここでライブするんで、まあ、ちょっと今日は中に入れないんですけど、大体こういう感じになっております。はい、熊本城ホールでございます。はい、じゃあちょっと次に行ってみたいと思います。はい、はい、今日僕がね、もう一つ気になる店舗があって、まあ、ちょっとこちらになります。京都茶スイーツ店舗、こちらね、九州初出店になってますんで、あのめちゃくちゃ気になってます。まあ、すごい、ね、気になる抹茶系のメニューがあるんで、ちょっとこちらにお店にお邪魔させていただきたいなと思っております。じゃあちょっと行ってみたいと思います。すごい雰囲気。はい、ありがとうございます。わ、抹茶風味。抹茶風味。お姉さんのおすすめ的にどれなんですか。はい、カフェとか学設のフルーツになる。あ、なるほど。はい、ランチも入っておすすめです。じゃあこれしようか。じゃあこれ一つだけお願いしていいですか。はい、はい、ありがとうございます。アイス食ってタピオカ飲んでカロリーやばい。すごい。右側が正面。はい、はい、まっすぐ上に上げる。あ、失礼します。はい、オープン。うお、すげえ。めっちゃこれやばいね。すごいこれ。はい、こんな感じでございます。すごいねこれ。じゃあいただきたいと思います。まずどれからいただこうか。全部抹茶系だね。これティラミス。それティラミス。ティラミスからちょっといただこう。パウダーだから、ね、トロットロしてる。濃い。いや全然濃くない。へ、なんかなんだろうこれ、ヨーグルト。ヨーグルト、ヨーグルト風味。後からどんどん風味が増してくる感じ。めっちゃ食べやすい。なんか抹茶だけ結構濃い感じかなと思ったら、そこまで濃くない感じ。ムースみたいになってるのか。下は多分下は味噌になってる。うまい。これすごいっすね。メインといえばパフェですね。特に女性は好きなんで食べやすい。うん、いやすごいねこれ、映えるわ。今日はちょっとね、いろんなところお店に訪問させていただいて、どうでしたか岩崎今日。今3時間ぐらいいたけど全然時間足りない。うん、足りない。もう全然回れてない。すごい桜町いいところなんで、まあ、こんな感じでいろんな本当はお店紹介したいんですけど、ちょっと今日時間の制限があまり紹介できないんで、ぜひ皆さん行ってみてください。てな感じで、今回ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん桜町、熊本ですね、はい、行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。はい、バイバーイ。